はい、それでは梅根の YouTube 動画始まります。京都の染屋で修行した店長の梅根です。よろしくお願いします。店長、はい、以前の動画でですね、着物を着終わった後のチェック項目ですね、はい、そちらの方のお話をしていただいたと思うんですけれども、じゃあ、手入れが終わりましたと、で家で保管するとき、そうですね、はい、そういう時に注意点がありましたらよろしくお願いいたします。はい、以前の動画でね、しまう前にこういうの見てほしいということはね、ご説明したんですけど、基本的にお手入れに出していただくのが一番いいんですけども、最終的に、これから 何ヶ月か、場合によっては何年か着ないという時にですね、どういう保管にした方がいいのかということをね、今回は説明させてもらいます。あの時もお話したと思うんですけども、基本着物に一番怖いのはやっぱり湿度とかですね、熱ですね。虫ももちろん怖いんですけど、虫はですね、正直正絹の着物に関してはそんなに激しく食われるってことは少ないんですね。ただウールとか、綿とかそういった他の素材ですね、虫がよく食べる素材と一緒に保管すると虫食いの、ね、犠牲になってしまったりすることもありますので、そのあたりは注意していただきたいなと思います。で、保管する際に湿度とか熱、あまりね、温度変化の少ないところにしていただくのはもちろんなんですけども、どうしてもやっぱり湿気が本当に気になるとかですね、虫が怖いとかいう場合は、今はですね、こういう非常に便利なものですね、着物用のこういったね、カビとか防いでくれるものとかですね、あと昔から作られているものなんですけど、漢方軸とか、こういうね、虫除けなんかにも使えるようなものとか、そういったものもありますので、できたらね、そういうのをちょっと刺していただいて、保管していただくと一番いいと思います。よくあるのがね、防虫剤はですね、山のように多頭紙の中とかにですね、そういうこと5つも6つも入れてある方いらっしゃるんですけど、逆に匂いが激しくついてしまって、虫除けじゃなくて人除けになってしまったりするので、そのあたりちょっと気をつけてもらって、逆に引き出しの、ね、隅とかに、ね、ちょんちょんと入れておけばいいって、ちゃんと説明書に書いてあると思います。そのあたり見てね、あまりたくさん入れすぎないことも、ね、逆に大事なのかなと思います。適量が一番大事ですね。そうですね、あと本当に成人式というか、お嬢さん結婚されて、長い期間着ないよと、本当に何年も保管しますよという場合は、またこういうね、長期間保管するためのものなんかも今出てますので、こういうのもね、ぜひよかったら、利用していただくと着物を守れるんじゃないかなと思います。グッズの利用と、あと、もし分からなかったらまた私どものお店の方でご相談いただければ、ね、そうですね、はい、はい、お願いいたします。店長、この前の動画でもあったんですけれども、シミが見つかったと、でも着用日決まってて着れなかったとか、あとですね、実際に羽織ってみたら、やっぱちょっと前の色合いでですね、自分のとちょっと合わなかった場合とか、そういう時の救済策っていうのはあるんですか？そうですね、シミ抜きとかそういうのの全般の話をすると非常に長くなります。難しいですね。ちょっと簡単にね、どういった技術、どういった方法があるのかっていうのをいくつかね、今日ピックアップしてお話したいと思います。ちょうどね、直近でお客様からお預かりして直させてもらったもの、現物はちょっともうお客様にお納めしてるんですけど、写真をね、いただいてますので、事例をお話しながらと思います。で、写真になりますけれどもね、こういう形でちょうどね、ピンクの色がちょっときつくなった訪問着、これお預かりしたんですけど、すいません、うちの預かり伝票がちょっと映っちゃってますけど、はい、こういった着物ですね。こういったものの場合に、例えば色が派手になったとか、またあとこの着物の実はお尻の部分が、こうやってこの辺りちょっとアップで出てると思うんですけどね、すごくシミが激しくですね、出てしまってて、これ着れるのかしらっていう相談だったんですね。たくさん出てますね、はい、そう、直すにはね、難しいという状況ですね。なので、これをじゃあどうやってやっていくのかということで、まずこういうもやっと出たシミとか茶色いシミっていうのは、基本的に水系のシミ、これシミって言うんですけども、実はシミって漢字書くと染めって書くんですが、もう染めついてる状態ですので、これだけを落とすというのは不可能です。この辺りもそうですね。なので、これを落とすというよりは、これ自体を例えば漂白のような形で色を抜いてしまって、色を全体に補正する染色補正という技術になってきますので、非常に大変な作業になります。特にこれだけいっぱいついてると、もう正直どうにもならないような状態になります。なんですけども、ただこれは生地はまだ大丈夫な状態でしたので、地色を変えたり、あとこの辺りにちょっと後から差しを入れたりすることで言い換えらせることができるということで、この前お預かりしました。で、実際に、この着物が、こういう風な色に、はい、変わってきたんですけども、地色を染め替えたんですね。こうすることで、この着物が蘇ってまた使えるようになるということで、これお客様にちょっと許可をいただいて、お写真だけ出させていただいてるんですけども、はい、この辺りの花かな、この辺りの花がかなり激しくこういう風にしみしみになってましたけども、これもこんな風に綺麗に治ってきてます。なので、地の色も変えつつ、この中のシミに対しても上から後から刺すことによって綺麗に
直していくという形で、まあ、ほとんどお客さんもね、あの確認していただいたんですけど、ほとんどシミがわからないような状態にすることができます。こんな形の技術もありますので、ぜひねご参考にしていただければと思います。お客様にそれを渡した時、ちょっと私は立ち会えてないんですけれども、喜ばれてました？そうですね、やっぱりね、思い出のある着物ですので、あの非常に喜んでいただけたと思います。あ、よかったです、はい。でまたね、先ほどのような形の、これ黒留め袖なんですけども、この同じように白いところに大きな点が入ってますね。でこの黒留め袖の場合は金がたくさん周りにもありましたので、この部分にも同じように金を乗せることで見えなくするという方法ですね。これ見ていただくと、まあ、こんな風にして職人さんにしていただくんですけど、これが出来上がるとこんな風になります。こうですね。でこの場合はもう、あの地のところはね、問題、あの地の黒地のところは問題なかったので、この柄の部分をね補正させていただいたんですよ。こういった形で元に戻すというよりは、新たに加工を加えることで切れる状態にしていくという技術もあります。まあ、それぞれによってやり方っていうのは本当にたくさんあってですね、先ほどの地の色を変えるのもそうなんですけども、一つの方法だけではないんですね。どれぐらいやることによってどれぐらい綺麗になるのかという判断というのは、非常に、あの実は職人さんとの相談の中で決めたりもすることも多いですので、物を一つ一つによってあのやり方というのは変わっていきますし、お値段も正直変わっていきますので、まずはあのご相談いただくことで救える場合もありますし、逆にお金がかかりすぎてね、もうちょっとこれは諦めようという場合もあります。そのあたりもあのきちんと相談に乗らせていただきますので、ぜひね、あのお店の方に来ていただけると、そういったご相談もねできるかと思いますので、よろしくお願いいたします。お店の方もあのいろんなあのそのしっかり屋さんと付き合いがあるから、まあ、いろんなパターンで対応できるんですね。そうですね、はい、昔はあの地元にしっかり屋さんってこういうことをできる職人さんもいたりもしたんですけど、なかなか今あの地元には少ない場合も多いと思いますけど、もし地元にねそういうお店があればね、まずそういったお店にも持って行ってみるのはいいかと思います。あの絹を専門に、着物を専門に扱っているお店がやっぱりいいかと思いますし、あとは呉服店でもね、あの地元に根付いた専門店さんなんかだと、こういうことのご相談、あの親身に受けてくださるところも多いと思いますので、ぜひね、そういうお店に足を運んでね、あのご相談されることをお勧めします。ということで、まあ、今回はね、着物の保管のことと、まあ、染み抜きというか、あの着物を蘇らせるための加工について簡単に触れさせてもらいました。またね、いろんな染み抜きの技術、いろいろありますので、またね、機会があれば紹介したいと思います。どうもありがとうございます。今回もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価ボタンへのクリックをお願いいたします。バイバイ。バイバイ。